ちょっと真面目な歌になるんですけど、親のことを書いた歌を歌おうと思います。と今年の正月に久々に家帰ったんですけど、思った以上に親が喜んでくれて、今まで悪いことばっかりしてこう迷惑かけてきたんで、俺なんか帰っても喜ばないんだろうなと思ってたんですけど、喜んでくれて本当嬉しかったですね。で、本当は初めは全然帰るつもりじゃなかったんですけど、東京タワーっていう映画見てちょっとやられてしまって、で、いろいろ考えるのって、親が普通に生きて、あと25年として1年に1回帰っても会えるのって25回じゃないですか。そう考えると1年に1回は帰って親孝行せないけどなと思って、今回帰って親孝行何もしてあげられなかったんですけど、唯一肩たたきは父さんはすげえ喜んでくれて、で、今回実家帰って本当良かったなって思いました。で、今回その実家に帰った時のことを歌にしたんで聴いてください。肩叩き。すいません。では聞いてください。肩叩き。私は田舎に帰るよ。習いはできないけれど、電話の向こうから聞こえる母の嬉しそうな声、いつもごめんね、迷惑ばっかりかけて、今まで何一つ親孝行なんてできてないね。久しぶりの田舎は何も何にも変わってないのに、母を見るとなんだろう寂しくなるよ。お金もないくせに無理して僕の好きな料理を作って、いらないと言っても聞かずに靴下やパンツ買ってきて、肩叩きしてやると言ったらとっても嬉しそうに笑って、こんなことで喜んでくれる母が大好きだ。しばらく会わないうちにまた白髪増えてた。前よりも小さく見えた母の襲い方、いつもごめんね、迷惑ばっかりかけて、今まで何一つ親孝行なんてできてないね。あっという間に日は過ぎて、帰りのバスの中
母がくれた手紙を読んで僕は少し泣いた。元気でさえいてくれればいい。たまに電話をくれたら嬉しい。あんたの声を聞くと母さん明日も頑張れ。何にもしてあげない。頑張れ。送るね。もしも辛くなったらいつでも帰ってくるんだよ。元気でさえいてくれればいい。たまに電話をくれたら嬉しい。あんたの声を聞くと母さん明日も頑張れるんだよ。何にもしてあげられないけどまたお米や野菜を送るね。もしも辛くなったらいつでも帰ってくるんだよ。バスを見送る母の姿思い出すと辛い。電話するよ今度帰ったら。また肩叩きするよ。ありがとうございました。